手を捕まえたもう駅を考えといてここも使うからだだって後ろ行きすぎやもんじゃあ普通一緒やろ あんた背中つけてる私も背中つけてるせーのボドビーズです。今日はですね皆さんご存知サンキューバードでございますよね。サンキューなそうサンキューなということで皆さんおなじみのサンキューバードでございます。何になじんでんの。うるさいなご存知のご存知うるさいなあんたほんまにうるさいわウィーてめえはよ黙ること分かんねえのか。知らねえからこのクソでは早くしてサンキューバードの1万円分の購入品を紹介していきたいと思います。税込み400円ぐらいで手に入るもので、うん、え、こんなん売ってるんっていうのがすごい売ってたからテクオリティ高いからぜひみんなに自慢 したいなと思いますので、はい、じゃあ1品ずつね。はい、じゃあ自慢大会始まり始まり、イエーイ、ね、自慢大会しかもイエーイって何。サンキューマートといえばイコールなんかキャラクターものの何かいろいろイメージがあるからさ、ね、せーのじゃん。これはトラベルグッズです。これいろいろスキンケアとかをこう詰めて泊まりに行くってことか。これで400円だからレベル高いの。確かにいいね。すごいいろいろね、スプレーボトルとかクリーム系を入れれます。最強です。このニャーって言ってる猫の iPhone ケース。あんたさ、本当にこの人最近 SNS の投稿もそうやけどさ、動物がめちゃくちゃ好きで、なんか動物保護団体に入団されたりとかしてるんですか。いや何もしてないですけど、動物が目に入るだけで。せーの、じゃん、折りたたみ傘です。あ、折りたたみ傘売ってんのよ。500円です。けどでもすごいちゃんと、これ、うん、ちゃんとしっかりと、これ1200円とか2000円っぽい感じの空気、重たいし、がっしりとしっかりしてます。はい、いいですね。そして私は手袋です。手袋何？デブはてめえだよ。もうすぐ冬やなっていうところで、はい、このもう中がめっちゃふわふわな。ここ分かれてくれてたら一番良かったんですけど。これフレームです。せーの、ダダン。靴下2個セット。私はただのベルトですね。絶対それ違うことで使うやんけ。人を叩いて、ほんでパーンって叩かせていただいて、はい、ベルトでございます。おーい、せーの、じゃん。あ、チョッキー。あ、一緒一緒じゃん。チョッキーや、私もチョッキーのトートバッグ。私、チョッキーの巾着袋。おーい、だからね、顔に似てる。でも、チョッキー似てるって言われんの。え、横並んで。あ、一緒やん、顔。部屋、うち今から英語受けに行く。だるいよねー。うん、え、宿題やったん？マジ？え、ちょっとノート貸してほしい。ノート。ごめんけど、さっき全然見えてへんからね、これ。そうじゃねえ、これほんまに。腕やんけ、あったら。かわいいでしょ？かわいい。はい、という感じでーす。せーの、ドン！ベッドの鏡。あ、通ったね、鏡。あんた、キャラクター、キャラクター、キャラクター、うるさいな、ほんで。でしょ？はい、あんたは？私は帽子です。この、ベロワクジの、めっちゃな、ちゃんと割としっかりしてんの。びっくりした。こんなん売ってるんで手頃価格や。え、だってこんなんさ、ほんまにさ、その辺に売ってるのと変わらへんやん。普通に読んだ、うん、いいよね。な、帽子に合わんから羨ましいわ。あり、じゃあかぶってみたら、ね、サイズは一番最大で。そうですね、サイズは一番最大まで伸ばして、こうやってね、ビヨヨンやってもらって、で、こう止めてもらって、で、こうね、で、かぶるんですけど。ですか。あの、競馬場にいてるおっさん、ね、そうそうそう、ダメやった。はい、でやばい。もしか買いたかったんやけど、ガガにな、あんた小さすぎるからって即却下された。ほんまに可愛くないって言ってくれる。ちっちゃいね、ほんまに。どう考えても。はい、はい、続いて、せーの、ダン。え、これ欲しいと思ってたやつやで。ジンジンがストールです。ストール、ストール。え、で、私はこちらまたバケットの帽子でございます。こういう感じですね。あれ、なんかカメラ越しはなんか違う、またお魔女みたいな感じやけど、大丈夫そう。あんたかぶってみ、これが欲しかったやろ。これ欲しかった。じゃあかぶらせてあげるから。これで可愛くないって言ってくんね。どうですか皆さん。え、可愛くない。ちょちょちょ、どう考えても頭どこまであんねんって話や。おばあちゃんやもん。じゃあ、あんたがさ、最近さ、俺ババアババアって言われすぎてさ、なんかババアに見えるんだよね、自分が。それは自分がおばあちゃんやからじゃん。いやや、顔はおばあちゃんみたいな。可愛いおばあちゃん。あんじゃない、おばあちゃんでしょ。おばあ、おばあちゃん。すごいじゃん、何歳年取ったんだよ。なんか散歩してるやん、だって絶対。なあ、目はほんまに不謹慎よ。ほんまに不謹慎。はい、じゃあ続いて、せーの、バン。何やそれ、何やそれ、財布。でもそれなんかシンプルすぎてさ、かわいそうやから後で落書きしてあげるわ。お前ほんまやめや。私はピン止めですね、こちらにこうつける。え、かわいい。すごい、美味しそう。こことかにさ、最近おるやん、ここの辺にこうやって。え、かわいくない。かわいい、めっちゃちゃんと、じんじん見せんと。かわいい。え、いいやん、これ。
じゃあ、ジンジンのこちら財布なんですけれども、まだやんのかい、それ。中身をこうね、見せるところが始まんない。失礼しました。コインケース、横にすぐカードケース入れるところがある。うん、それ普通の財布やんか。なんか後で落書きしてあげる。だからやめな、質素やから。すごいな。続いていきましょう。はい、行きます。せーの、じゃじゃん。テッドの、小物入れ。クマ好きやな、あんた。コインケースとか鍵とか。あ、いいやん、かわいい。そう、IC カードとか。私は、ベティちゃんのフェイスタオルですね。フェイスタオル。うん、かわいい。ベティかわいい、マジで。確かに、あんた、いつも顔洗ったら、もう服でこれ、パーっとくるんじゃない？拭いてへんけど、絶対に。あ、拭かないの、逆に。拭かへん。え、やっぱそっちもよくない？じゃなくて、服で拭いてねえばって話したろうがよ。すごいじゃない。はい、続いていきます。いきます。せーの、バン！何それ、すごいでしょ。これメイクを、え、サンキューマートでこんな売ってるの。すごい、400円やで。やば、400円で。これニトリとかやったら2000円くらいする感じ。そうそうそう、ほんまに。皆さん、サンキューマート行った。まだ爪痕あった。痛い、本当に痛かった。失礼しました。さっきもさ、階段登ってたらさ、あんたにこうやってさ、これで眼鏡こうなってた。こうやって痛いの、メイク。それわかんねんけど、あの痛いの時がもう女やったらむちゃくちゃ女が嫌いなやつやで、それ。なんて言うの。ちゃんとさ、白くなるの。だってこの子、じゃ、痛いね、ごめんな。それわかんねんけど、なんかなって、痛いだけは許されへん、さすがに。でも反射的だから別に意識してないね。だから天性のぶりっ子ってことでいい。なんでやねん。私はこちら、ランチボックス3つセットで、中にこんだけ入ってるんですよ。これ内中小で、これ、食料品を保存しておくためとか、あの、もしかしたらピクニック行くことがあるかもしれへんってなった時にお弁当として使えるなって思ったので、こちらのベティちゃん買わせていただきました。続いていきましょう。せーの、バーン。テッドのフェイスタオル2枚、2枚組です。続いて、私はまたベティやねんけど、これゾンビに噛まれて、せやねん。これは私、カメラいつも自分で持って帰るんですよ。私がカメラを持って帰るので、カメラ入れにして使おうと。あ、私らの趣味が出てんな、これで。ジンジンはテッドとかそういう可愛い系で、私はベティばっかやから。セクシーなキャラクターやな。ベティばっか言うて、ベティばっかだってベティしかないけどな。続いていきます。はい、せーの、ダン。メイク8本、メイクブラシ、え、すごっ。8本セットとケース付きです。え、それ400円で売ってる。400円で売ってる。めっちゃいいよ。すごいよな。私はこれ、鍵のカバーなんですけども、これもまたゾンビのベティちゃんのやつで、私裸で鍵を持ってるんですよ。下着履かないの。旦那の話してるんですか。私は鍵の話をしてます、今。で、鍵のやつは裸で持ってる。あ、そういうことね。裸ってことね。気持ち悪ない。おっさん。で、続いて、あ、終わりやね。あ、私が1個多く買ってる。なんでや。自分さ、最後、ほんまにびっくりしてん、これ、かわいすぎて。はい、ということで、ラストは、こちらの鏡です。で、鏡やねんけど、眩しいから、チカチカした。ごめんなさい、あの、なんていうの、この陶器がかわいくて。確かに、上品。こういうやつの鏡なんですけれども、かわいいな。めっちゃかわいくない、これ。上品な感じ。そうなんですよ、っていう感じでこれを買いました。はい、ということでですね、ここに今並べてるもの全部で1万円ということで、すごい。もうクオリティも高いのにこんなたくさん買えるって、ほんまにすごいよな。すごい、私びっくりしたもん。え、こんなん売ってるんで。まだ私らが買ってないだけで、なんかいろいろ、ほんまに売ってんのよ。てか1時間ぐらいかかったよね。1時間ぐらい悩んだ。めっちゃ悩んだ俺ら、買うもの。22、3ぐらい買えるから1万円で、すごいですね。満足した。本当に満足しちゃって。やっぱりプチプラでたくさん買えるっていうのは心も満足やし、こう言い方悪いけど、100円ショップのクオリティよりかはまあ多少こうしっかりとしたものだけどいっぱい買えるっていう、なんかこう気持ち的になんかすごい満足した買い物っていう感じ。私だってこんな自分らがさ、高校生、中学校の時にこんななかったもんね。なかった、なかった。どうしても売ってへんから。だからジャスコの2階の婦人服売り場の子供用コーナーで買うとかだったら分かるけどさ。ジャスコがまずないから私なんか。アリオな。アリオみたいな感じ。もう、楽しい。楽しくて。どうしよう、オチが分からない、これ。どういうオチにするか教えてもらっていいですか、お姉さん。分からないです。すごい。いつもさ、パパの動画って無理より落ち着くしさ、編集中に、あ、ここ落ちてって言うけど、今日普通に商品紹介してると終わりっていう感じやけど、どうする？これどうやって処理する？お姉さん、ちょっと。だからやっぱり、ジンジンがやっぱこの、これの被って、で、被ってもらって、はい、被らせていただいたのと、はい、これで、で、マフラー巻いていただいて、はい、マフラー巻いていただいて、こちらストールですね、マフラーの。あ、ストール巻いていただいて、なんでもいいけど。なんで？見て！シャーロックホームズっていうか、なんか探偵みたい、そんなええもんちゃうけど、そんな感じ。シャーロックホームズを50回ぐらい殴ったらこれ、お前さ、殴って腫れてこのパンパンってこと。お前さ、いい感じなんだ。